バークレーはアメリカカリフォルニア州アラメダ郡にある都市である。バークリーとも人口は約10万人。サンフランシスコベエリア内、サンフランシスコ湾東岸にある都市でオークランドの北に隣接する。カリフォルニア大学システムの発祥校であるカリフォルニア大学バークレー校やローレンスバークレー国立研究所がある。全米で政治的。 社会的に最も進歩的な都市として知られている。60年代のヒッピー文化の発祥の地でもある。2014年には住民投票で肥満や糖尿病を防ぐことを目的に炭酸飲料に課税するソーダ税をアメリカで初めて2015年1月1日から導入することとした。バークレイという地名は18世紀イギリスの経験論哲学者。 ジョージ・バークリーに由来する。バークリーは、英領バミューダでの高等教育機関の設立を、志して、ニューイングランドに渡るなど、新世界での高等教育に夢を持っていた、人物であった。彼は1725年に発表した、死、アメリカにおける学問と芸術の将来についてにおいて、アングロイコールサクソン文明の発展について、 帝国は西に向かってその歩みを進めるという言葉を残したが、この言葉は独立後のアメリカでは、共和国アメリカの西方への発展という、マニフェストデスティニーを象徴するものとして受け入れられた。19世紀後半になって、カリフォルニア州政府は鉱山学校を設立することとし、サンフランシスコ湾東岸の適当な場所を探すことにした。調査団のメンバーたちは、 湾の東岸、現在のバークレー付近に来た際、近門海峡の対岸に位置し、海峡を通して太平洋を望む、この地がアメリカの西方への発展を象徴するような位置にあることにインスピレーションを受け、また、バークリーの新世界における高等教育発展の夢を想起して、この地をバークレーと命名した。1868年に設立された鉱山学校が後に、 カリフォルニア大学バークレー校へと発展したのである。バークレー市の公共交通は、主にバーと AC トランジットによってサービスされている。周辺を走る主要な高速道路としては、I-80、I-580、I-880 などがある。街の背後、東側には、バークレーヒルズと呼ばれる、丘陵地、最高点570メートルが南北に伸び、 町はこの丘陵と西のサンフランシスコ湾の間に、ちょうど六甲山を背景とする神戸市のような形で広がっている。六甲山の場合と同様、山麓には活断層、平和度断層が伸び、今後数十年のうちには高い確率で大規模な地震が起きることが予測されている。気候は年間を通じて温暖な地中海性気候で、 太平洋の寒流に直接現れ、霧の多いサンフランシスコに比べれば暖かく、夏にはバークレイヒルズが内陸の暑い空気の侵入を防いで涼しく、非常に過ごしやすい気候であるが、初夏と初秋には内陸からの暑い空気の侵入によるインディアンサマーで最高気温が30度を超えることもある。一年のうち四月から十月は寒気でほとんど雨が降ることはなく、 11月から3月まで雨季で、しばしばストームの訪れにより、大雨が降ることもある。丘か,からの眺め、ありがとうございます。